俺はプロフェットと呼ばれていた。次に何が起こるか、最も強力なエイリアンアルファセフはまだ生きている。俺は未来の断片を見た。第二段階のセフが現地民の激しい抵抗に遭い、惑星のテラフォーミングに失敗すると第三段階が発動する。第3段階では M33 ギガから直接より進化した戦闘型セフが次々と標的の星へ送り込まれる。第3段階のセフに関する情報は少ないが、地球で成長したセフとはある程度の遺伝子的共通点を有するものの、これまで対処してきたセフとは全くの異種である可能性が高い。